こんにちは。前回というか以前、はい、野球の質問、あるある質問みたいのしたじゃないですか、うん、与えたフォアボール多かったのピッチャー誰だとか、まあ、通算打率残してるのとか防御率とかもありましたけれども、はいはい、今日はその打率をちょっと、はい、得意分野だぜ得意分野だぜ久々に聞きましたね、待ってそうですよ、豊さんなんて言ったってバッターですから、まだバッターバッターですから。ということで、はい、今回は通算の打率のランキングと、はいはい、あと、1シーズンですごかった人たちのランキングをちょっと持ってきたんですけど、はい、まず通算記録は、はい、実は現役選手なんですよね。いや、これは4000打席以上じゃないとカウントされていかないのよ、はい、そうなんだ。そうそう、4000打席以上経った人が通算率の、はい、うん、カウントされるというね。あ、まずそこがクリアしないといけないですね。そこはクリアされないけどね。はい、はい、誰と、いや誰って青木でしょ、はい誰って青木でしょ普通に言うから、いやいや、青木よりもうこれはもう普通いっぱいに出てることじゃない。あー、すごい。3割2分6厘6厘、うん、2019年のシーズン終了時点なんですけど、ね、はい、うん、で、2位がリー、うん、レロン・リーかな。レロン・リー、まあお兄さんもね、レオン・リーとレロン・リーが、え、同じですね。違う違う、発音が違う、はい、レロン・リーと、うん、レオン・リー一緒じゃないですか。いや、レロンとレロン、レオン、え、レロンとレオン、レロンとレオン、キャリーパミガメって言います。カミパミガメ言えない、まあ、そう言えないですけど、はい、え、で、こっちはどっちでしたっけ。レロン・リー、レロン・リー、お兄ちゃんの方、うん、もう一人はレオンリー。レオンリー、はい、あ、ね、お兄ちゃんの方だ。お兄ちゃんの方なんです ね、はい、3割2分という、うん、でもさ、これ見てると、うん、張本さんっていう、張本さんね、はい、カーツの ね、はい、打数が9666、はい、そうです。で、安打数が3085、うん、すごい数です ね、はい、で、青木が3割2分6厘打ってるんだけど、はい、打数が4884、アンダーが1591、うん、これ考えると、うん、張本さんの記録ってバカすごいな。すごい、分母がもう違います、もう倍以上、倍だもんな、はい、9666って、これ他いません、あ、いませんもん、1人9250、あ、王さんだね、9000打数ってその2人しかいませんよ。いや、すごいよ。現役だと糸井選手がね、22で、まあ、そうだな、はい、入ってますけど、ちなみに俺もいるんだよ。あ、31、高木豊か、うん、2割9分6厘7も7も、あ、すごい。9割、2割9分7厘だよね、四捨五入するんだよ、大体。いや、大体そうなんだよ、四捨五入門まで嫌いなんだまあいいえ困った細かいだろ、自分のことになる、うん、キラキラ一生後に出てきましたね。でも5782打数、うん、で1716安打、うん、あ、でも5000打数いってるんですね。いってる、いってる、すごいですね、やっぱり豊さんも。あ、まあ、これ一枚の紙に出てくるっていうのは嬉しいよね。いや、残りますからね、記録っていうのは、こういうものはね、なくなっても、うんうん、でもシーズンで一番打った人っていうのは、はい、やっぱランディ・バースだよね。86年の、はい、これは3割8分9厘。すごいな、もう4割間近だったな。あとちょっと。でも、バースと首位打者争いしてたんだ。豊さん、あ、これは86年。夏場までぐらい。あ、そうだ。俺が夏場ぐらいまで、ね、3割7分とか。え、そんな打ってたんですか。いや、もうバースが1位で俺が2位でつけてたの。はい。で、1回抜いた時はあると思うんだけど、はい、そのぐらい打ってたことがある。その夏以降はどうなったんですか。もう疲れちゃう結局そのシーズンは、そのシーズン3割は打ったけど、キープはしてたんですね。キープはしてたけど、はい、もうはるか彼方だよね、どんどん首位打者っていう、バースがどん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 離れていっちゃう。いや、落ちない、すごかったんですね。すごかったよ。でも4割いかないというね。で、まあ2位3位が、うん、イチロー、うん、2000年と94年に3割8分7厘と3割8分5厘。すごいよな。すごいな。で、張本さんももちろん1970年に3割8分3厘っていう数字残してますし、すごい。いや、でも、うん、私すっごい疑問なんですけど、うん、4割の壁って何なんですか。私だって3割8分9、
まで行ったら4割の人が出たっていいじゃないですか。だってマラソンにしてもほら早く閉まってるし年々、ね、マラソンは肺活量の問題でしょとかスイミングとかね、これなぜこの4割いかないのかな。でもマラソンとかさ、はい、水泳とか個人で目標を立てられるわけでしょ、はい、敵がいないじゃない。まあまあそうですね、敵が投げてくるわけだから、はい、打たせまいとして、はい、ただ、うん、だからもうこういうトップクラスの人たちっていうのは、うん、バットの芯には外さないと思うよ、うんうん、分かる、はい、やっぱりヒットっていうのは、まあ、詰まったヒットもあるけど先っぽでも野手の間に落ちたっていうこともあるけど、はい、大体芯に捉えてると思う、うん、芯っていうのは芯で捉えたらヒットの確率打球の速さが変わってくるから、まあ、遠くへも飛ぶし球足も速い、はい、だから芯には4割以上当たってると思う、うん、ただ守ってるもん、まあ取られちゃったりするんですね、いい当たりも正面に飛んだりとかさ、まあ、そうか、だからいい当たりだけを本当に厳選をして率にしたら4割を打ってると思う、みんな。だ相手のいることだからっていう、相手のいることだから難しいのと、はい、あとね俺ずっと思ってたんだけど、はい、3割打ったら神様だとか言われてたの、はい、率を通算で、通算っていうか1シーズン残したら神扱いなんだよ、豊さんの時代、時代ね、はい、だから3割打つっていうのはそのぐらい難しいということを言われてたんだけど、うん、でもこれが仮に4割だったら神様だって言われてたら、はい、俺4割打った人はいるんじゃないかなと思うよ、はい、だから3割打ったらっていう、はい、そういう目標が低く設定してたよね。いや4割打たなかったらトップクラスじゃないよっていうふうに最初からなってたとしたら、はい、人間の意識って4割に多分いったと思うよ。今からそれかどうですか。もう無理だから、もう無理、4割打つと相当苦しいから。例えばね、はい、打席でこのボールが確実にここに来るって言ったら4割バッター生まれる。まあそうですよね、うん、で読みの中で、はい、そしたら生まれる、うん、生まれるけど、そこにはやっぱベストな体調もいるし、うん、ベストな環境もいるよね、はい、だからそれが揃ったら俺4割は出てくると思う。出てくる。あとは目標設定を3割じゃなくて3割とか3割3分とか3割5分じゃなくて4割2分とか、はいはい、そのぐらいに設定を上げた方がいいと思う。そしたら出てくる可能性は、俺は出てくる可能性はあると思う。これ出てきたらもう 大記録になりますよ。いやもう神どころじゃないよな。何になりますか。死人死人にはないな。仙人とかね。仙人だな。仙人いやもう死んだ境地だよ、ね、もう無の境地、無の境地とか、まあ、悟りを一種開いたじゃないですけど、そうそうそう、もうさ、うん、生まれた時から、うん、この子は野球、特にバッターとして才能があるっていう、うん、例えば AI が進んで、はい、それを識別するとするじゃない。そ、はい、したら動体視力から何から全部鍛えていって、はい、教育していって、うん、そしたら4割は生まれると。あ、もう AI でもう生まれた時からもう、うん、で4割打たなかったらダメだからねみたいな言われたら、もう目標が4割になるわけでしょ。最低でもそうですよね。ただ別に AI がこいつはピッチャーでいいってさ、うん、なってくるとまあいたちごっこになるけど、まあそうですね。だけどその目標が4割ってもう昔の人が4割打たなかったらカスだよみたいな、うん、言ってたら俺4割打者生まれてると思うよ今までで。例えばさ、うん、人それぞれ違うでしょ打席に当たって、はい、俺は速いと思ってても、うん、他の別のバッターはいや全然そんな速く感じないとかさ、人によっても、人によって見え方が違う。それって例えば体調によっても、まあ体調によっても違う。だからめちゃくちゃボールがでかく見える人はいるし、はい、でかいから打てるんじゃないんだよ、迫力があるからでかく見えたりとかさ、うん、大きく見えた方が当たりやすいんですか、それともちっちゃく見えた方が、どっちの方が調子いい時って。いやちっちゃく見えるよって言って、うん、キレがいいんだよ。キレがいい、ガーンとくるんだ、ピストルの弾みたいに。ああ、打たれたことあるんですか。ピストルの弾、はい、あのね、あれで打ったことある、あの空気銃みたいな企画で企画でね、ボールが見えないよ、小さくて。あれはもともとがちっちゃいですもんね。あ、
キレがいいピッチャーはちっちゃく見えて、うん、じゃあボールが大きく迫力あるブワーンとくるの。それはでかくない、まあ江川さんとか小松達夫とか、はい、ああいうのはね投げた瞬間からうわーって迫力がある、はい、でも鈴木隆正さんとか、うん、あの北別さんの調子のいい時とかああいうのは小さくピョーンともう的を狙ってくる感じがする。あと好調なバッターの人って好調な時って、まあ、どんな球打って もう全部ヒットにできる気がするとか、はいはい、あれってやっぱそういうものなんですか。あのね遅く感じるんだよね調子のいい時って。ゆっくり来るってことですか。うん、止まっては見えないよさすがに、はい、もちろん。だけどなんか普段よりも同じ150キロが遅く感じたりするんだよ。だからそれは体調なんだよねやっぱ。何が違うの体調。何なんだろうね。それメンタルとかも含めて。メンタル全トータル的に含めてじゃないの。体のキレがいいとかさ、はい、間がしっかり取れてるとかさ、うん、そういうところでボールの見え方って変わるから、はい、だからそこをもう平均的に全部そういう状態で立てたら4割打つ人がいると。だけどやっぱ同じプロとしてのレベルだと、うん、なかなかやっぱり4割っていうのは難しいし、うん、やっぱこう伝え聞いてること伝統っていうものが、はい、まあやっぱ固定観念なんだろうね。3割打ったらいいっていうから3割打つことに必死になるけど、うん、4割打たなきゃいけないって言えば人間の能力って4割に向かえると思う。だ目標設定をどこに置くかで全然変わってきますね。ああ全然違うと。ああちょっと試してそれをなんかやって4割バッターとか出てきてほしいな。なあ、うん、楽しみだな。楽しみです、はい、楽しみしてます、はい。